アザレアは、ツツジかツ,ツジ属に分類されるツツジ。別名を、アゼリア、西洋ツツジ、オランダツツジなどという。もともと、台湾の台湾ツツジを、ベルギーのプラントハンターによって、ベルギーにもたらされたものを中心に、ケラマツツジ、サツキの園芸品種などと複雑に交雑させて、園芸品種群として成立した。後に、日本に輸入されたものが、通称、 アザレアである。元来ツ,ツジ類を海外では単にアゼリアと呼ぶため、本校の植物群のものはベルギーアザレアと呼ぶのがより正確である。常緑性の低木で葉は厚みを持ち、毛がある。形は頭皮心型で両端が尖る。花は五弁の五弁花で、花色はピンク、赤など様々で八重咲きも多い。開花は春。十一月頃から二月頃と、 冬に咲くこともある。南方系のツ,ツジ類を親に持つため、寒さに弱い。ただし無双地帯では、屋外で越冬する。し木で増やすことが容易。蜜をも含む、植物体全体に、他のツ,ツジ化植物と同様、グラヤノトキシンとロードヤポニンを含み流毒。中毒症状はオート、痙攣などだが、重症では渾水に至ることもある。アザレアは、 川崎市の市原になっている。日本での主な生産地は新潟県などで品種改良も盛ん。鉢植えとして冬頃に出回る。冷蔵処理をされているため5月であるはずの本来の開花期とは違う時期に開花株が出回る。ありがとうございます。